はい、テイルズ・オブ・グレイセス F 続きからやっていきたいと思います。前回は洞窟抜けてなんか強い敵と戦って絶望してそうですね。で、そうコメントいただいてて、このなんだっけ、称号やっぱあれなんですね、覚えてから新しいのに変更した方がいいということで、ちょっと一通り覚えていきます。そうですね。あ、でもこれ5まで行ってるんだ。ちょっとこっち行ってもらおうかな。はい、こんな感じでいきます。よし、こっちでいいのかな。今血の滲んだ布あったけど大丈夫？誰もいない？どういうことだ？アスベル様、大変です。どうした？フェンデル軍の夜襲です。敵はすでに野営地を後にし、町へと迫っています。なんかさ、絶対中に内通者いない？何？行き違いになったの？それともこちらの動きが向こうに気づかれたから？くそ、こうしてはいられない。すぐに戻らなければ。今町の守りは手薄だ。大軍に襲われでもしたら到底持ちこたえられない。絶対そうでしょう。なんか誰かしら情報流通してない、流通じゃないわ、情報流出してない、なんか怪しいんだけどね。だってそんな、怪しいな、怪しさ満点だな。でも誰かいるか、そんな人味方に。まあ、分かんないよね、ただの兵士とかだったら、ジョギングランナー、そうだよね、ただの兵士とかがそれをしてるだったら分かんないもんな、正直。結構遠いわね、町まで。でも野営地を後にしてってさ、その野営地を後にしているところを誰も見なかったわけね。まあ、違和感は何箇所もありますけど、なんかあれボロボロな、いやだからさっきの骨とか歯とか、やばいやばい、なんかいっぱい人がやられてる、最悪な状況。ちょっとセーブだけしてから行きたい。これお母さん大丈夫だよね。なんかお母さんがちょっとやられたりしたらさ、ちょっとほらアスベルの精神状態がもうさ終わるじゃない。うわ、最悪。しまった、もう町の中に。くそ、どうしてこんな。西ランド道の方からも軍勢が来たぞ。フェンデル軍じゃない。ヒューバートじゃない？全軍展開して攻撃開始。フェンデル軍を掃討せよ。行かせ。こいつら。こいつ様。あいつは。あそこにいるのは。もしかして。目つき悪くなりすぎじゃない？何があったの？皆さんの本気に期待します。痛い痛い痛いって、待ってちょっと待ってよ。
最悪よ本当。なんでこっちにばっかり来るの敵。痛い。ちょっと待って待って待って、ピンチ。うるせえほらよほらよ、うるせえ。ヒューバートごめん、死んだ。ちゃんと兄さんって言ってくれてる。もう回復とか倒す。やったな、ヒューバート。そうですね。なんかよそよそしい。みんなよそよそしいんだけど。ヒューバート、本当にお前なんだな。帰ってきてくれたんだな。少佐、掃討が終わりました。少佐になってるんだけど。少佐、ヒューバート、お前そんなに偉くなってたのか。なんでガン虫なの。ラントの皆さん、ご安心ください。皆さんの旧敵のフェンデル軍は我らストラタ軍の手によりこの町から駆逐されました。皆さんはなぜ我々が来たのか疑問に思われていることでしょう。私自身がその答えとなります。私はヒューバート・オズウェル。かつての姓はラントでした。先の戦いで戦死した領主アストンの息子です。ヒューバート様だ。ヒューバート様がお帰りになったんだ。私は今はストラタの人間ですが、故郷ラントに関しては常々格別の思いを抱いてきました。ですからラントの苦境を知り、いても立ってもいられずこうして助けに来たのです。ここで皆さんにご報告することがあります。ストラタとウィンドルはこの度同盟を締結いたしました。我々は皆さんの味方です。我々は皆さんと共にあります。今後は共に手を携え、この地からフェンデルを追い払いましょう。ヒューバート、少佐はこの後軍議の予定です。何こいつ。少佐への正式なご面会は明朝までお待ちください。ヒューバート、どうしたソフィー。あ、クロソフィーの種を植えるんだったな。いつ咲くの。何日かすれば芽が出て、その後花が咲くんだ。しかもクロソフィーはうまく育てると風花化するらしい。何風花化って。風花化。花を咲かせた状態で幾晩もの間月の光を浴びせ続けるんだそうだ。詳しいことはよく知らないが、まあ気長に面倒を見てやるといい。ヒューバート、仕事はもういいのか。ええ、まあ元気そうで何よりだ。それにその年で少佐だなんて、お前すごいな。まさかこんな形で再会できるなんて。改めて礼を言わせてほしい。本当にありがとう。町の被害が少なくて済んだのは不幸中の幸いでした。これ仲良し兄弟に戻れる？大丈夫？ところでヒューバートはいつまでラントにいられる？積もる話もあるし、
いろいろ相談したいこともあるんだ。当分の間はいます。そうか、それはよかった。敵の今後の出方もわからないし、そうしてもらえると助かる。二人で力を合わせて頑張っていこう。しかし、それにしても似すぎている。姿に似合わない身のこなし、ソフィーとの類似点の多さ、こちらで調べさせていただきます。ヒューバート、お前、その必要はない。どうするかは俺が決める。家を捨てた人間が今さら領主面ですか。何？やめて、二人とも。話の続きは執務室でお願いします。では。ヒューバートと話をしてくる。ソフィーはまだここにいるか。無理なんだけど、どうしよう。なんかヒューバート全然ちょっと好きになれないんだけど、今のところ大丈夫？これ好きになれる？ちょっと。いや、まあ仕方ないと思うんだよ。いろいろあったしね。いろいろあったし仕方ないと思うんだけど、にしてもじゃない、なんか。まあ、なんだろうな。まあ、みんなツンツンしてるよな。仕方ないと思うんだけどさ。来ましたか。実は町の人々にはまだ言っていないことがあります。二国間同盟の締結により、ラント領は我がストラタ軍の進駐下に置かれることになりました。これからは僕が進駐軍総督として政務全般を取り仕切ります。なんだその話は。俺は全く聞いていない。ウィンドル政府とストラタ政府の協議で決まったことですから。お聞きしますが、実際問題はあなたに何ができるのです。現に今も我が軍の力を当てにしているだけではありませんか。それで領主が務まるとでも。それは。そんな正論でぶん殴ってこないでよ。まだダスベルだってね、まだ。今のラントに必要なのは何より現実的な力です。僕にはそれがあります。ストラタ軍を指揮してこの地に平和と安定をもたらせます。僕はストラタへ渡って7年の間、ひたすらに研鑽を重ね、今の地位を得ました。故郷を顧みることもなく、遊んでいただけのあなたとは違うということです。遊んでないんですけど別に。俺が騎士学校でどれほど厳しい訓練に明け暮れたと思う。見てもいないで知った風なことを。わかりました。そこまで言うなら、あなたの訓練の成果を今ここで拝見しようではありませんか。ではこうしましょう。僕があなたに勝ったらラントを退去していただきます。僕が負けたらあなたが領主と認めますよ。冗談じゃない。そんな約束できるわけないだろう。逃げるならそれでも構いません。所詮あなたのやってきたことなど卑小な自己満足にしすぎないですし。じゃあ自己満足だったかどうか試してみればいい。やっとその気になっていただけましたか。僕の力はもうお分かりでしょう。終わった。7年前とは違いますよ。終わった。そこだ。一瞬はあ、強すぎるだろ。待って、これイベントですか。ヒューバート、お前そこまで。ねえ、イベントかアイテム使ったじゃないのよ。だから言ったでしょう、あなたと僕は違うと。約束通りラントから出て行っていただきましょうか。え、感じ悪い。何なの。ヒューバート、一体何があったの。
お父様が亡くなって後を継ぐためアスベルは騎士学校を辞めここへ残ってくれたのですよ。そうよ、お母さんもって言ってやって。本当に久しぶりに息子が二人揃ったというのになぜいがみ合うのですか。息子はあの人一人だけでしょ。何を言うんです。僕はもうオズウェルの人間です。ヒューバート、それはお父様がお前の将来を思って。今さら聞きたくありません。あなたたちは僕を捨てた、それだけです。そんな、まあそれに関してはそう感じてしまうのは仕方ないよな。いかんせんちっちゃかったし。安心してください、あなたにまで出て行けとは言いませんか。え、かわいそう、お母様が。ちょっとお母様嫌なやつと思ってたけど、え、マジ、ちょ、なんなの。は？いや、あいつムカつく、モブのくせに。え、だって退学届出しちゃったし。ソフィー、俺についてきたらダメだ。町へ戻るんだ。シェリアのところへ行くといい。彼女ならきっと。いつまでもグズグズするな。さっさと行け。うるさい、マジムカつくんだけど。え、マジ嫌いって何？威張っちゃってさ、ほんと。ヒューバート、こんなことになってしまうなんて。雨が降りそうだ、中に入っていなさい。おじいちゃん、もう私は昔の私じゃないわ。心配しなくても大丈夫よ。たとえお前の体が丈夫になったとしても心配は尽きんよ。みんな変わってしまったの。お前たちはまだ若い。これからより良い方向へ変わっていけばいい。たとえ今が苦しくても立ち向かうことを恐れてはいかんのだよ。おじいちゃん、アスベル様、ヒューバート様。いや、マジソフィーしか味方いない。マジ無理、ほんと無理なんだけど。どうする、もうこの辺もういいよ、帰ろ、もう。うわ、マジで嫌、どうしよう。え、まだ全然物語序盤でしょ。序盤にこんなに、こんなになんか陰鬱とした展開になるの。ヒューバートがな、出てけっていうのがもう私ちょっと本当に意義ありなんだけど。マジ無理、どうしよう。ソフィー、もういい、ラントへ戻るんだ。守る。あ、懐かしいな。そういえば昔そんなことを言われたのもこの辺りだったか。女の子に守るって言われて悔しくて、守るのは俺だって張り切ったけど結局ダメだった。そして今も。何一つできやしないんだ俺は。
の頃も今も。ついな。取り乱して悪かった。俺、相当に見苦しかったな。いや、もっと取り乱していいと思うけどね、この状況だったら本当に。ソフィー、このまま俺と一緒に来る気か。そうか。だったらせめて、ソフィーだけは守らないとな。それだけは。なんとしても。おかしいな。さっきから頭がグラグラする。頭、熱い。くそ、こんな時に。アスベル。水。お水持ってくる。待ってて。雨に当たっちゃったしね。うん、おい、この声怪しくないか。え、何？中を調べてみるか。ダメ。ソフィー、こいつ同行していたという証拠か。ダメ、来ちゃダメ。何何何何、誰、次は。もうほんとやめてほしいね。あれ、これでもアスベルラント。え、ソフィーに手出しをするな。娘に用はない。アスベルラント、我々と来てもらおうか。なんなのこの人たち。でも服装だけ見たろ。お前たち誰だ。ん、やめて。どけ娘、邪魔をするとお前もただでは済まさんぞ。守る。ソフィー。まあ物理的にソフィーの方が強そうよね、うん、一体何の目的で。アスベル、大丈夫。ああ、しかしこれ以上ここへ留まるのは危険だ。港へ行こう。何だったのあいつら。でも港も大丈夫かしら。なんかほらこういうのってやっぱ一番、そういうさ、港とかそういう一番こう人が移動できる場所にこそいたりするじゃない。え、何が起きているの。入っちゃった。謎のおばあさんいたんだけど、いなかったね、さっきまで。あのおばあさん、え、いやー、なんかちょっと辛いこと起きすぎじゃない、アスベルに対して。そのそれはちょっと子供の頃はちょっとやんちゃマンだったとしても、それは子供の頃じゃない。まあなんか結構真面目じゃん。なんでそんな辛い目に遭うのねえ。落ちてるお金が少ない。誰も仲間がこう、まあ今ソフィーがいるからいいよ。逆に言えばソフィー以外誰もいないんだよ。辛いね、もう。大丈夫、雰囲気重々しいんだけど。ほら、なんか人がどう、やばくない、なんか。アスベル、大丈夫。なんとかな。それより、ずいぶん混雑しているな。船の出港が遅れているのか。皆さん、落ち着いてください。オートの港は封鎖されておりません。
どういうこと？予定通り出航します。オートで何かあったのか。アスベル、あれストーカーだ、ストーカー。俺を追ってきたのか、しつこいな。ソフィー、急いで船に乗るぞ。このままバロニアへ向かおう。乗れるの？でもなんかこの揉めてるや、乗れたんだ。ソフィーを連れて逃げていたら彼女が巻き込まれてしまう。これ以上俺のせいで誰かが苦しむのは見たくない。そうだ、リチャードならソフィーをかくまってくれるだろう。リチャードなら。アスベル、頭まだ熱い？いや、もう大丈夫だ。港に着いたらリチャードに会いに行こう。リチャード？ああ、俺と昔のソフィーの友達だ。友達？でもさ、リチャードも大丈夫なの？なんかその大人になってから出てきてないじゃない。どうなんだろう、関係値はどういう感じなんだろうね、リチャードとの。その普通に喋れる関係性ならいいんだけど、なんか不安だな。よし、バロニア城へ向かおう。やはりか。バロニア城へ行ってどうするつもりだ。なんなの、あんたたちストーカーすぎる。リチャード殿下に会いに行くのかな。図星か。死んだはずのリチャード殿下にどうしたら会えるというのだ、アスベル。死んだ？リチャードが？どういうこと？どういうことだ。猿芝居をしても無駄だ。お前がとぼけているのは百も承知だ。さあ、お前の知っていることを話してもらおう。くそ、ソフィー、逃げるぞ。うん。逃げたぞ、おい。何？殺した？犯人だと思われてるってことでいいの、これは。何がどうなってるの？誰がそんなことを仕組んだの？ヒューバート？ここまで来るとなんか私ヒューバート疑っちゃうんだけど、やっぱ今さ、そういうことができそうな地位にある人間っていうとヒューバートでしょ。だってマリックはないでしょう、教官はさすがに。で、今のところ出てきてる人の中で、そうだよね。この街も重いな、空気が。もうなんか、ちょっと明るいパート欲しいな、そろそろ。ね。何入れんぞって。あの裏道使う？でも裏道もちょっと厳しくないか？結構地獄じゃん、本当に。いや、もう、何が起きてるの？結構ガチで何が起きてるのなんだけど。ムカルきな臭いよね。リチャードが死んだってのはどういうこと？リチャード、本当に死んでしまったのか？この建物に何かあるの？昔、この聖堂の中に隠し通路の入り口があった。今はどうなんだろうな。行ってみる？そうだな。パワーよ。また扉を破ったのか？また？あ、いや、そうじゃないか。ごめん、間違えた。とにかく中へ入ってみよう。なんかここら辺にあったよね、確かね。あ、いたわ。リチャードにソフィーを預ければきっと守ってくれるけど、それでいいのか。いや、俺がソフィーを守りたい。この先は
7年前にソフィーを。リチャード、生きてるといいね。え、お前リチャードのことを覚えているのか。ううん、知らないよ。でも死んじゃってるかもしれないんでしょ。そういう意味か。なあソフィー、やっぱりお前はあのソフィーとは別人なのかな。知らない。でもどうしてかな、リチャードが生きていたらいいなって感じるの。アスベルもそう思ってるからなのかな。どうしてだろう。とりあえずじゃあ一旦今回この辺で終わりましょうかね。ちょっとこの先もなんか辛い展開がなければいいなって本当にひしひしと思いますけど、はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。